パー3にやってまいりました。153ヤードらしいです。今日ね、珍しくピンが左にあるんだよ。普段は右側多いらしい。おー、戻った。おー、ナイスオンで、おー、ナイスオン、ナイスです。ナイスです。いいよ。いけ。ロンマイじゃないよ。いいよ。いいミス、いいミス。リズムいいよ。やばい。止められて。プロ今あのティー刺す時に、はい、まあここかなみたいなの言ってたんですけど。はい、なんかこう刺しにくいなっていうか立ちにくいなっていう時に、なんかどういう意識でティー刺してるのかなっていうのを知りたくて。右ティーグラウンドの右も左も全然景色が違うように見えるんで、まずそれを絞って、どっちかに絞ってどういう球で打つっていうイメージをしますね。やっぱ立ちにくい時は多分そういうイメージが出ないので、それを意識して。なるほどね。で今どっちを意識したんですか？どっちかっていうとちょっとあの、まあ、大体ティーグラウンドの真ん中から打ったんですけど、あの、まあ、ピンが左にあるんでドローで行った方がいいかなと思って、ちょっとあのバンカーの左端、ぐらいから少しドローしたらいいかなって。あ、じゃあまあ自分のイメージ通りのボールで打てて、ちょっとちょっと右に出たかな。なるほど。25とかそれぐらいですね。でも途中からちょっと下ってるので、いいんじゃない。ナイスです。もういい感じ。ナイス。ありがとうございます。返しとかどういう気持ちで打ってんだろうね。返しギリギリでした。ギリギリでした。だいたいグリーンの傾斜って、まあ、あの山のてっぺんからだいたい傾斜が来てるっていうか、ゴルフ場の作りもだいたいそうなんですよ。はい、基本的には上からこう傾斜に来てる時も、グリーンがこうだったとしてもやっぱり、基本的にはやっぱこうなので。なるほど。大きく見て、あと立った時にね、迷っちゃった時あるんですよ。はい、やっぱ錯覚で結構そう、錯覚。今もちょっと、いや、スライスライン、スライスライン、左打ち切んなきゃな。まあ全体的なラインで、はい、なるほど。そこだけじゃなくて、やっぱ、はい、大きく見るのが大事なんですね。ツアーで、やっぱ富士山の近くのコースとかって、はい、そういう風に紛らわしい時の曲があるんですよね。御殿場とか、大東建託やってる。鳴沢ですよね。鳴沢です。難しいよ。難しいですね。そうだから大体、惑わされるんで、はい、全体 の、 あのグリーンのマップを持って確認してます。左が池。左が池で、右はちょっと上の方行きすぎると OB が。右はでも結構右から傾斜来てるんで、多分そんなにミスするとしたら、ね、はい。プロでもドローボールじゃないですか、持ち球が。結構左の池気になると思うんですけど、そうですね、どうですかね。風がちょっと左から来てるんで、はい、でもそんなに基本的にはあのピンの少し左、バンカー、グリーン手前のバンカーの右、グリーン左のバンカー、
グリーン、あー、はい、あ、あります。はいはい。おー、ナイスボール。ナイスショー。ナイスボール。なんかドローっていうかまっすぐだね。まっすぐからふってくる感じだよね。柔らかく。なんか理想的な弾道。いいね。うん、なんか音がさ、ほんなんかなんだろうね。カキーンとかじゃなくてさ、重たいよね。うん、まあ、鈴鹿ちゃんもそうだったんだけど、ヨネックスの音なのかな、重たい音がする、うん、すごくドライバーが、すごい打感もいいし、うん、音もいいですね。なんか軽く振ってんのにカツッそうカツッってカツッドンね、軽いよね、うん、なんか振りにいってる感じが一個もない。なんであんなに軽く振ってんのにちょっと後にもそうしてもう気になって気にしちゃう。なんであんな軽く振ってんの飛ぶのかなってやつ。なんでそう、うん、ナイス。大丈夫大丈夫。いいとこいいとこ、ナイスショー。18歳ですよね、アメリカに。はい、そうです。18歳って心細くない？心細かったです。でやっぱり地元の皆さんが商工会商工会やってる。はいはいはい。あら、すごい行くんだなってこれからアメリカに行くんだなって。地元で壮行会あったんですか。はい、おい、盛大盛大盛大でした。もうスターだよ。いやいやいや横断幕みたいなのがあってみたいな、行ってらっしゃいみたいな、行ってらっしゃいみたいな。でもそういうのなんか地元でねやってもらえるってもすごい。でもそうですね、励みになります。はい、すごい。ダメだった時とかやっぱり思い出したりとかも力になります、うん、すごい。でもやっぱそう、多分人柄が多分よくない、そういうのないと思うんですよ。そうだね、そう、人柄がいいから、うん、地元の人たちもみんな応援しようってなったんだろうね、うんうん、寒い、風が冷たいからね、ちょっと大きめでもいいかもね。上げてますね。やっぱごめんにしない。すいません。全然大丈夫。かな。まあまあでもいいよ、大丈夫大丈夫。プロ一回一回上着脱いでますけど、やっぱ冷やさないの大事ですか。はい、大事です。やっぱ試合中も寒いなって感じたら一打一打着て、全部一打一打着て、寒いままやっちゃうんですよね私。もういいやみたいな。そう、風邪ひいたら終わりなんで。そうですよ ね、 ね、続きますもんね、毎週毎週。うまい。うん。結構上げてるね。ナイスオン。今ちょっとコントロールしました。コントロールなんですけど、うん、ちょっとボールが浮いてたんで、その下をちょっと行ってだから結構クラブの上のあのヘッドの上の方に当たってしまったんで飛んでなかった。コントロール的には低めにって感じですか。アゲンストなんで番手上げて、はい、結構上げてる、ね、結構上げてる。うん、出た出た。あー、坂道の傾斜でプロこの長い2段クリーンのロングパットですけど、距離感合わせるのが意識することなんでしょうか。距離感を意識するのは本当にボールの転がりをイメージする、うんうん、
ぐらいです。はい、ボールの転がりをイメージする、はい、登っていってるところをイメージする、登っていってるところをイメージする。また登って下ってですね。そうですね、ね、しっかり打った、いいんじゃないですか。大きかった。でもナイストライ。でも今のはやっぱりこう下につけた方がいいっていう気持ちで強気にいった感じですか。そうですね。そうですよね、こっち残るよりは、こっち残るよりかは。来たよ。あー惜しい惜しい、ナイス。うまー、やっぱ得意クラブパターって書いてあった、ありますね。いや今のはうまい、本当にうまいっていうの変だけど、うまいって言っちゃうんですよどうしても。本当綺麗なストローク。え、どうまい、どうまい、でもナイスよ、ナイスナイス。オデッセイ、あ、オデッセイなんですね。パターはオデッセイ、ずっとあのゴルフ始めてから同じパターで、え、じゃあもう何十年、何十年も使ってるってこと。そうですね。へえ、ずっと同じクラブ、同じパターン、同じパターンあるんです。ええ、本当に劣化したんで、はいはい、もうこれ以上ないよって言われて、うんうんうん、同じタイプで、はい、違う色に変えた。ああ、うん、から池手前までってことですよね。うん、はい。おー、ナイスでー。おー、ギリギリナイスでーす。うん、よいしょ、いいとこですよ。うん、じゃあ OK。風の計算が難しいって言いながら走ってきました。超えろ超えろ超える、大丈夫、安全安全セーフ。今何ミス、ダフった、ダフった、リズムおかしくなっちゃった、カクンってなんかちょっと跳ねた、跳ねた。私ねピョンって跳ねちゃう癖があるんですよ。いいじゃん、かわいいじゃん。基本アプローチ58度ですか。はい、そうです。スピン、はい、うーん、すごい。なんか今のイメージはなんか上から入れたのかな。そうですね、ちょっと上から入れてフェース開いて、うん、球上げるのは結構基本的に好きなんで。へー、これがこれぐらいのもうしっかり上げていく感じ、はい、へー。ボールのとこ、そのラインで大体判断するんですけど、はい、ラインが良くない時はもうほとんど上げていく、上げていきます。へー、ね、今のなんかプロによってはね、上げないで転がしていくプロも。そうですね、まあ、両方いけるんですけど、ちょっとボールの手前にあの芝が結構密集してたんで、上げてスピンかけて、はい、いや結構打ったなって思ったの、はい、打ったと思ったら
へっへっつって止まったよね。止まった。向こうから見てはっと、はい、入ると、ね、あなんかやったなんかやったぞ。隣のファーがねナイスイン、ナイスパー。プロまたこれスタイミーなホールが続きますが、どこ狙っていきましょう。あのちょうど真ん中に木が、木の真ん中に強い、うんうん、鳥の巣、巣箱みたいなやつね。あれですか、ね、白いの。やっぱこう、ここって決めたらもう振り抜きますか。振り抜きます。迷いなく、はい、それがやっぱ大事だよね、うん、おお、ナイス。お、珍しく、うん、ちょっと右に行ったけど、でもフェアウェイです、うん、やっぱ曲がり幅少ないね。少ない、うん、今のはでも多分納得いってないんですよ、うん、ちょっとずれましたずれた、はい、ファーかな、ファー。そうだねまあでもやっぱさ、ミスでもさ、本当にやっぱ曲がり幅が少なくて、うん、ちょっとだもん。ちょっとだよね。ファーが出ないそりゃそうだそりゃそうだそりゃそうだ。ちょっと右だけど大丈夫。うん、大丈夫。じゃあ今日、はい、去年北海道の明治カップで、はい、初優勝をされましたけど、はい、その時なんかもう最終日だからどういうテンションなんですか。本当に優勝できると思ってなかったので、はい、あ、でトップとも差が空いてたので、うん、はい、うんうんうん、自分のプレーに、自分のプレーに集中してましたね。あと結構楽しくラウンドできてました。楽しくラウンドしてたら気がついたら優勝しちゃったみたいな感じですあ、でもやっぱり最後の方16番ぐらいからやっぱりリーダーボード見て、うんうん、あってそう、並んでたか1打差とかだったので2位とはい、はい、あーとか思って、あ、これでも結構優勝争い、うん、あのそれまでにしてたことがあるんで、あ、まあ、同じ心配だけはしないようにやってました、はい、なるほど。やっぱちょっとこう気持ちの高ぶりを抑えて、そうですね、あまり気にしないようにしてました。メンタルかな。メンタルだと思います。ベスト更新できそうっていう最終ホール絶対叩くんですけど、あ考えるとダメです。ピンが見えない。さあここはちょっと難しいですよ。これ結構左危ないんですけど、上行きます。この上行きます、はい、こうピンが見えないホールで狙っていかなきゃいけない時に気をつけることって何ですか。やっぱりちゃんとターゲットを見えることで、あ、見えない、木がない手で、うーん、見えないターゲットを見てる感じ、はい、あ、木がない、木がない手で。イメージできた通りにいっている気がする。ナイスです。うん、いいよいいよ、うまく出た、うまく出た、ナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、次頑張ろう、次頑張ろう、スリーオンだよ。そうだね、気持ちを切り替えて切り替えてアイユライってどういうクラブ？なんかラフでちょっとボールがもじゃもじゃとかかって、あ、うん、そうです、うん、まあ、でももうライが悪いので、はい、とりあえずラインだけ出して、うんうん、あとはもう転がるボールしか出ないので、はい、ああいう時にやっぱ上げようとしちゃうんですよね。ああ、そうです、もう絶対上がらないんで、上げようとすると思う、さらにダメなので、ああいう時ってやっぱ無理にやっぱ距離を出そうとか、はい、出そうとしないこと、もう転がしていくしかない、出すことが大事脱出が一番、脱出大事。
またお腹すいた始まった食べたでしょ朝ごはん。2個も食べてたよ。だよドン前だよ。つま先上がりのアプローチ。つま先上がりはそんなに気にしないです。うーん、若干左に飛びやすいんで、うんうん、少し右向いて。おお、しっかり上げてくる。ナイス、ナイスオンです。こねたよ、今こねたよ私、こうやってかわいいフィニッシュですね。え、なんかやった？うん、お尻プリってやってたクラブ、あ、すみませんまあでもいいじゃん、結果いいじゃん、ギリギリ OK 結果いいじゃん。おお、まあでもこのホールは長くてちょっと難しかったです。ナイスイン。パターでなんか気にされてることってありますか？パターですか、うん、とりあえずまっすぐなラインに対してまっすぐに打てるかどうか。なるほど、うん、ライン合わせて。そうです。であとはもう曲がるラインはもうその、うん、同じようにその線で、はい、合わせてそこに打つことだけで。そうですね。あったー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ナイスリカバー。まっすぐ出たと思います。まっすぐ出た、しっかり思ったところに、はい